罪では絶対に落とさない超人面白い埼玉県草加市にやってきた新人リポーター綾羽真矢絶対に落とさない超人とはどんな神業の持ち主なのかその超人との待ち合わせ場所に向かうとあっあの方じゃないですかもしかしてツイストを踊るいかつすぎる男性を発見彼がその超人なのかすごいギャップですねすいませんはいはいあの超人の方でいらっしゃいますか超人です超人すごいなんかあの小面の雰囲気なんですけど、うん、一体何をされていらっしゃる方なんですかするとおもむろにポケットから取り出したのは拳銃ではなくわずか直径4ミリの BB 弾 BB 弾次の瞬間目を疑う光景が何ちょっと待ってください。何やってるんですか。なんと4ミリの BB 弾を華麗にリフティング。すげえ。スローで見るとバランスを崩すことなく軽やかに BB 弾を蹴っています。すごいね。さらに大技とも言えるこの一回転。わかった。なんでこの格好でこの場所なのご覧の通りバッチリ決まりまさに神業今の BB 弾は全然落ちてなかったですけど他のものでも絶対落とさない自信あるんですかはい絶対に落としませ ん, いや何ですか実はこの方檜垣雄志さんは元プロサッカー選手しかもあの三浦知良さんに続き日本で2人目としてブラジルで活躍した選手だったんです、すごいわ現在は関東地方で少年サッカーのコーチをしていますそんなブラジル仕込みのリフティングにかかれば生卵だって、割れるものあ割れた卵すごい生卵ですよこれ本当に大丈夫もちろん割れも仕掛けもございませんせーのそこまでいやご飯いるのかこれ。あ、食べてる。食べるの関係ないと思うけど。違います。いやそうじゃない。いや味は変わらないと思いますが、そして綾羽リポーターがとんでもないものを用意です。何だろう。ジンタン。BB弾よりも一回り小さい直径2ミリのジンタン。この落とすと見つけることすら難しいジンタンでリフティングなどできるのだろうかすると予想外の展開に何もあんないんじゃないちょっとお手伝いしてほしいことがあるんですけどあはい何でしょうとりあえず口だけ開けて待ってもらえますまさか綾原リポーターの口にジンタンをゴールするということなのか靴下で緊張がピークに高まったその時しないんちゃうんですよ見えないよまずいとも簡単にジンタンをリフティングああそしてこんな距離から入らんやろまさに衝撃の瞬間リフティングさえ難しいというのに綾羽リポーターの小さな口すごいなこの人これぞ正真正銘絶対に落とさない超人でしたすごいねすごいけど今後は全国各地に散らばる超人たちを徹底調査していきます続いてはこちらです、うん